ユルゲンコーラーは、ドイツ・ランプスハイム出身の元サッカー選手。選手時代のポジションはディフェンダー。現役時代は、世界最高のストッパーの異名で知られた、ディフェンダーであった。1977年、地元のクラブチームである TB アン・ランプシャイムで、キャリアをスタート。SV ・バルトホーフ・マンハイム在籍中の1986年9月26日の、 デンマークで当時の西ドイツ代表としてデビューを飾る。翌年には当時ドイツ分デスリーガのトップチームであった 1FC ケルゲ移籍。クリストフ・ダウム監督の下着実に評価を高め、1989年にはバイエル・ミュンヘンに移籍し、着実にドイツを代表するプレイヤーへと成長を遂げた。1991から92シーズンには、 セリエ A ユベントス FC への移籍を果たし、マンツーマンディフェンスを重視する、ジョバンニ・トラパットを監督のもと、全幅の信頼を獲得し、世界最高のストッパーと称され、1992から93シーズンには UEFA カップ優勝に貢献、またセリエ A では最優秀外国人選手賞を獲得する。1994から95シーズンから、 就任したマルチェロ・リッピ監督のもとでは、やや出場機会を減らしたが、安定した守備で、セリエ A 優勝に貢献した。1995から96シーズン、ボルシアドルト・ムントに移籍、1996から97シーズンチャンピオンズリーグ準決勝、マンチェスター・ユナイテッド戦において、ベッカム、エリック・カントナ、ライアン・ギグスの繰り出すシュートをゴールライン上で、 そのすべてを様々な体制からブロック式機を救った。この活躍がドイツのサッカーファンの心を打ち、ユルゲンコーラー、サッカーの神、とドルトムントサポーターたちが歌うようになった。決勝ではフルス・ユベントスを3から1と破り優勝を果たした。2002年に選手生活から引退した。現役最後の試合となった2002年。 UEFA カップ決勝のフェイエノールト戦では一発退場処分という結果となった。代表としては1990年にはワールドカップイタリア大会に出場し優勝に貢献。1994年のワールドカップアメリカ大会 UEFA 欧州選手権1996、1998年のワールドカップフランス大会に出場した。引退後、 ドイツ U-21 代表監督、バイエル・レバークーゼンのスポーツディレクター、MSV デュースブルク監督などを歴任したが、いずれも良い結果を残すことはできず、すべて短期間で退いていた。2008年の夏より、ドイツ3部に所属する VFRRN の監督に就任したが、わずか3ヶ月で辞任。同クラブのスポーツディレクターに就任している。ありがとうございます。